こんにちは。今日は超豪華フルーツ対決。みんなはこのフルーツの中で何が一番好きかな？今回は皆さん大注目のメロン対パイナポープラス桃プラスなし対決やっていきます。今回は十分対決で行うよ。劇的な超大波乱な戦いだから、最後の指でねメロンが勝つと思ったら、こうだパイナポーたちが勝つと思ったら、チャンネルを終わる。土下座4.6億回するのでお願いします。じゃあ行ってみよう。ちなみにみんなはどっちが勝つと思う？僕はメロンが勝つと思うね。なんて言ったって最強だから。しかし右の三重士も侮れないよね。3人の力でメロンを打ち倒すかもしれない。果たしてこの勝負どうなるのかな？最後まで予想して楽しんでね。ちなみにみんなは高級メロンとたくさんの梨どっちを食べたい？コメントで教えてね。すべて返すよ。うん、でも僕だったら高級メロンなんてめったに食べれなさそうだから高級メロンを食べるかな。あと普通にメロンの方が好き。メロンのあの味と食感たまらないよね。さてならここで決着をつけよう。梨派とメロン派どっちが美味しいか決めらんね。勝負だ。なんかタケノコ派とキノコ派みたいなこと言ってる？すまんね。話脱線しました。メロン20個超えた。まさに最強パイン梨桃頑張れ。てかパイン梨桃って名前長いな。じゃあこれからって呼ぼう。さてここでクイズ。パイン梨桃の新しい呼び名は？正解はパイモモッシーでした。どうよ、この無駄のない3つのフルーツの個性を生かした名前最高に美味しそうでしょ。みんな実はこの動画を見てる1%の人しかチャンネル登録してないんだ。登録したら激レアになれるよ。なのでチャンネル登録よろしくお願いします。2分経過したがもう両方20超えてる。しかもかなりの僅差。マジで今回は試合展開が読めないんだぜ。どっちが勝つ？どうなる？勝負の行方はいかに？というかみんな、実はこの動画を見てる人の 1% の人しか高評価を支持してないんだよ。でも実はこの 1% って天才の確率より低いらしいよ。そう、高評価を押してる人は天才ってこと。まだ高評価してない方、高評価をして天才になろう。逆にすでに高評価してくれてた人、実はもう一回押してしまうと高評価じゃなくなっちゃうよ。それだと僕悲しんじゃうので高評価は押すとき1回だけにしてね。よろしゅう願いします。あ、言い忘れてた。土下座5768万9465回します。これ別に言わなくってもよかった。まあでも誠意を見せたということで、っていうかパイモモッシーなんと2点差。あの最強メロンに全くデッキを取ってない。これはすごい。ちなみに動画のどこかで桃と梨が覚醒するよ。それも含めると本当に激戦だね。楽しみにしててね。どんな覚醒が待ってるかな。試合展開が楽しみだ。メロン50達成、すごいな。両者えげつない数になってきたね。変わらず僅差なのすごすぎ。右側見てて気持ちいいよ。無限にダブスイできるのってすごい。っていうかみんな、梨と桃の覚醒は何だと思う？コメントで予想してね。ゴーっと両者50を超えた。ワンちゃん100いくんじゃね。行ったらえぐいね。どのぐらいの数になるのかな、予想してみてね。僕は3,356,846,8,687回いくと思うな。あ、ちなみに嘘です。頑張って正直に言うと150くらいなんかなと思います。いつもここで予想してるけど決してネタバレとかではないので安心してね。練習中の僕が